ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、IM トゥーコール関数のチャンネル数とバッチサイズについて解説していきたいと思います。はい、今回の流れなんですけど、まず、チャンネル数が3の場合の畳み込み演算と、あとは IM トゥーコール関数との関係について話します。で、次に、バッチサイズが3の場合の畳み込み演算と、IM トゥーコール関数との関係について話します。で、最後に実際に IM トゥーコール関数をこのチャンネル数とバッチサイズにも対応したように実装していきたいと思います。はい、まずチャンネル数が3の場合の畳み込み演算について解説していきます。まず、チャンネル数が3の場合ってどういう時かっていうと、こんな感じですね。通常の 4×4 のデータに対して、こういうふうに3つ奥行きがあるみたいな、まあ、チャンネル数が3。これどういうことかっていうと、本来、まあ、これが画像データだった場合ですね。画像データだった場合、RGB の明るさ、の数値になるんですね。これは。まあ、レッド、グリーン、ブルーの。で、そういった感じで、その一つのピクセルに対して、それぞれ、その、RGB の値が対応してると。で、こういった時に、チャンネル数がだいたい3になるんですけど、こういう時に畳み込み演算をすると、このフィルターのサイズも、このチャンネルのサイズに合わせて、この3つ出てきます。で、それぞれの、この、最初の、この 3×3 ですね。3×3 と、この奥行きのチャンネルの3。とこのフィルターサイズを全部かけて全部足したのがこの結果になります。で、これを1個ずらして、それを全部かけて足したのがこれの1個右。で、それを左下にやってかけて足したのがこの左下。で、もう1個ずらしたのが右下。みたいなのがチャンネル数3の場合の簡単な畳み込みになります。で、次に、この奥行きにもチャンネル数を持たせたい場合があるんですね。そういう時はフィルターの数を増やします。ですので、今回の場合は、フィルターの数を2つにすると、まあ、要は、ここのフィルター1つ目の、この畳み込み演算の結果っていうのが1個目に出てきて、2つ目のフィルターとのこの演算の結果っていうのが2個目のチャンネルに来ます。みたいな感じで、フィルターの数を増やすことによって、出力のチャンネルのサイズっていうのを増やすことができます。はい、それでは次に、チャンネル数が3の場合の IM トゥーコール関数っていうのを考えていきます。まず、さっきやったのがこれかけるこの2つのフィルターで、こういう2つのチャンネルを持つような出力を出すことができました。じゃあ、これをこういうふうに行列に変えます。まず、この2つのフィルター、この1つのフィルターをこう横にバーって展開して、2つ目のフィルターっていうのも横にバーって展開します。で、まあ、フィルターはもうただこれ横にするだけですね。すごい簡単。で、問題はここですね。これから、これにあるのが、まあ、IM トゥーコール関数の今までのずっと役目でした。で、これは今回も同様です。じゃあ、どういうふうに展開するかっていうと、もう、ここですね。この赤に対応する部分がそのまま、この列に来るだけです。つまり、この0、1、2、4、5、6、8、9、10と、この1個奥のチャンネルのこの9つの数と、そのさらに1個奥の数の9つの数っていうのをこう縦に並べると。で、それ1個ずらしたものが次に来る。で、さらにこう、一個左下にずらしたものがあって、こう来るだけ。なので、まあ、チャンネル数が増えたら、これ、縦の行がめっちゃ増えるっていうだけです。はい、続いて、バッチサイズが3の場合。まあ、このバッチサイズって簡単に言えばデータ数ですね。データ数が3の場合を考えていきます。はい、じゃあ、バッチサイズが3の場合の畳み込み演算どうなるかっていうと、これですね。この、要は 4×4 でチャンネル数が3。で、それのデータが3つあった場合。で、フィルター2つを、この畳み込み演算する場合を考えると、まず1つ目のデータと、この2つのフィルターとの畳み込み演算の結果がこれ。これはまあさっきと一緒ですね。で、2つ目のデータの結果が次ここに来ます。で、3つ目のデータとのがここに来る。っていうだけです。まあ、要はこの1個1個のデータの出力をこう1個1個出すだけですね。で、これ、この、要は、多くのデータ数を一気にこういうふうに IM トゥーコール関数を使ってまた変形していくことを考えます。はい、じゃあ実際にこれをここにどういうふうに変形させていくかっていうと、まあこれ、まあ今までと一緒ですね。要はこの畳み込み演算にこの対応してる部分を列のベクトルとしてやるっていうのは今までずっと一貫してました。で、今回もそれは一貫してるんですけど、このデータ数がバッチ数、バッチサイズがこう増えた場合っていうのは、この要は1個っていうかこの、まあ、1個分、まあ、今回はデータ3つなので、この3つ分列が増えます。で、列が増えるので、まあ、こんな感じでこの対応してる部分、今の赤に対応してる部分っていうのがこうやって、この4つ置きにこの縦に対応してます。
で、これを1個ずらすと、もう1個右の部分にこう対応していくっていうような感じになります。はい。で、つまりですね、これ、縦は、このフィルターサイズ×フィルターサイズ×このチャンネル数ですね。この奥行きの、まあ、RGB の数の分になって、この横の数っていうのは、この、まあ、アウトサイズですね。これの 2×2、2×2 ×このデータ数、まあ、今回だったら3になるんですね。じゃあ、今まで、この列方向の繰り返しっていうのと行方向の繰り返しっていうのをやってたんですけど、どっちで結局実装した方がいいと思いますか？はい、これはですね、まあ、結局行方向の繰り返しをやった方がいいんですね。なんでかっていうと、チャンネル数とデータ数ってどっちの方が多くなると思いますか？もう明らかにニューラルネットワークだと、まあ、膨大なデータ数を扱うんですよ。つまり列がだいたい膨大な数になっていくんですね。なので列の繰り返しをやってるとめちゃめちゃ時間かかっちゃうんですよ。ゆえにフォー文では、まあ、この繰り返し、その IM2 コール関数の繰り返しでは行方向の繰り返しっていうのを実装していきたいと思います。はい、じゃあ実際に IM2 コール関数の行方向の繰り返し、これを実装していきたいと思います。まあ、まず一応ここにナンパイを NP としてインポートしているものがあります。で、まあ、今回の目的として、こういった、まあ、チャンネル数が3、で、かつデータ数が3、まあ、ミニバッチ、まあ、バッチサイズが3のもののデータを、こういうふうにですね、こういうふうに、この IM2 コール関数を使って行列、まあ、列ベクトルの行列に変形させることが目的です。はい。で、今回の IM2 コール関数なんですけど、これはもう前回と入力の部分は一緒です。X、フィルサイズ、フィルターのサイズ、Y サイズ。これはもう、あれですね、出力後のサイズ。で、ストライドとパド、パディングになります。はい、まず、この一番最初、こう、いろいろ初期値を入れるんですけど、これは、最初に X.shape を入れる。ここが、今までにない新しい部分になります。で、この X の形なんですけど、これは4次元で、まず一番最初にバッチサイズが来て、次にチャンネル数。で、次に縦、横になります。今までこれ 4×4 だったじゃないですか。それがまずデータ数の3、3×チャンネル数の 3×この縦横の 4×4 になります。だからバッチサイズ 3×チャンネル数 3×縦 4×横4がこの X のシェイプになります。まあ、X の形ですね。次元の形になって、これをまず初期値として代入します。で、このフィルターサイズとか、この Y サイズっていうのは今までと同様入れて、このインデックスっていうのも今までと一緒です。はい。で、次に、パディングですね。ここパディングなんですけど、パディングは今まで、このパドを4つやってたんですけど、これに加えて、この0、0、0、0を入れておきます。これどういうことかっていうと、今までは縦横の2次元だったじゃないですか。それでパドってやってたんですけど、今回、このデータっていうのが4次元なんですね。つまり、この4次元、この4つの、この0、0、0、0、パド、パド、パド、パドって、それぞれ1個の次元に対応してるんですね。つまり、ここがバッチサイズの部分。で、ここがチャンネル数の部分。これが縦の部分で横の部分。で、パディングをする。つまり、0を付け足すのはどこかっていうと、この縦の部分と横の部分。なので、そうじゃないところはもう、0を追加しない。つまり、ここに0とか入れちゃうと、このチャンネル数のところとかになんか余計な0が入ってきちゃう。これにプラスなんか0のデータが入ってきちゃうみたいな変な感じになっちゃうので、この部分はもうパディングしない0。で、この縦と横の部分、最終的に縦の横の部分にこのパディングをつけるみたいな意味で、この最初に0、0、0、0が入るのが、その今までとの違いになります。はい、で、次に X コールなんですけど、これは今までだとこの行列の形、を最初にこの0行列で作ってたんですけど、今回このチャンネル数とかバッチサイズとかって入ってくると複雑になるので、2次元の行列で最初やって、そのまま代入するっていうのがちょっと難しいんですね。ですので、この5次元のテンソルって言えばいいのかな ?5 次元の形で最初0のテンソルを作ります。サイズとしては最初フィルター H×フィルター W。で、次にバッチサイズ。で、次にチャンネル数で、次に縦横。っていうこの0行列、行列じゃないや、0テンソルっていうのを最初 X コールに入れます。はい、続いてこの最後の難関ですね。4文で実際に代入していくんですけど、まずここの H2 とか W2 とかインデックスを入れる部分、ここは前回と一緒です。で、ここからが問題なんですけど、まずここの X パードですね。これ1次元目と2次元目はもう何も指定せずに、3次元目と4次元目を指定します。
どういうことかっていうと、この1次元目と2次元目っていうのは、ですね、バッチ数と、バッチサイズとチャンネル数なので、まあ、指定しないと。で、ここの縦横っていうのは、この畳み込み演算が、あれですね、効く部分、つまりこの赤、青、青、赤、青、青、赤、青、青のここの部分、2×2×3 が3つある部分、この部分を指定してます。で、この部分を X コールのインデックスの、まあ、この5次元のところに代入すると。で、これで X コールの代入は済むんですけど、まあ、僕たちが求めたいのってこれですよね。これかけるこれ。まあ、つまりここはフィルターサイズかけるフィルターサイズかけるチャンネル数の次元があると。で、こっちはアウトサイズか、まあ、Y のサイズかける Y のサイズかける、まあ、データ数、バッチサイズの横があると。これに直したいわけですね。ですので、まずこれをトランスポーズします。で、このトランスポーズっていうのがこの20134なんですけど、もともとこの次元って最初がこれインデックスでしたね。これは何次元かっていうと、フィルター H かけるフィルター W。で、そこから順番にこれですね、バッチサイズ、チャンネル数、縦横だったんですね。で、これをうまくこの形にするためには、一番最初にこれチャンネル数が来てほしいんですね。で、チャンネル数はこの0、1、2個目。なので、これ、この最初の次元のこの2個目、チャンネル数の部分を一番最初にやります。で、この0は次インデックスなので、フィルター H かけるフィルター W。で、あとはもう順番通りですね。この1、1はこのバッチサイズ、バッチサイズかける縦横。で、入れて、最後にリシェイプで、これ、チャンネル数かけるフィルター H かけるフィルター W と、バッチサイズと縦横。これにリシェイプ変形することで、この行列が得られるんですね。で、あとはこれを返する。っていう関数になります。はい。これで IM2 イコール関数、行方向の繰り返しは完成したんですけど、まあ変わった点といえば、まずこれですね。X シェイプの情報を保存してるっていうのと、あとはここのパディングの0000が増えたっていうところ。あとはこのサイズですね。この一番最初のサイズが5次元で、それに代入した後にちょっと変形を加えて、最終的にこれになるっていう流れでした。はい。それでは実際に今回の例を見ていきましょう。バッチサイズ1ですね。バッチサイズ1のこういう0123456789、15まであるやつと、16からバーってやって31まで。で、この47まである。まあ、つまり、この次元としてはこれですね。1×3×4×4。バッチサイズが1で、チャンネル数が3で、あとは縦横が 4×4 のこういうデータがあると。まあ、これ3つ重なってる感じですね。で、このデータに、この im to equal 関数を使って、この行列の変換をするとこんな感じになります。この入力のデータ、それぞれ3、2、1、0は、これ3はフィルターサイズですね。で、2がこの y サイズ、最後の出力のサイズ。で、1っていうのがこれがストライド。で、この0がパディング。今回はストライドとパディングについて考えてないんですけど、まあ、この引数としてストライド1でパディング0を入れてます。で、プリント x1 で見てみると、こういうふうに。この出力の結果、これをこのバッチサイズが1の場合、まあ、チャンネル数が3の場合って考えてもいいんですけど、がこういうふうにこの行列の変換をすることができていることがわかります。はい、続いてバッチサイズが3の場合、まあこれですね、データ数が3つあって、バッチサイズが3つあって、チャンネル数が3つあって、それがこの3つある場合、これですね、3×3×4×4 のデータがこうバーってあります。で、これを im to equal 関数に入れてやると、こんな感じで、こう、ちゃんと行列になっているのが分かります。この対応している部分っていうのがそれぞれこの行に来ているのが分かるでしょうか。この赤の部分がこう行に来てて。で、これで行で繰り返していると。まあ今回の場合ちょっと行が多くなっちゃってるんですけど、まあそれなんでかっていうとバッチサイズが3だからですね。バッチサイズが3ってなかなか、まあ、ないんですね。まあ100とか、まあ、1000とか、まあすごい大きい値になるので、まあ本来はこの列がバーって大きくなるんですけど、まあ、今回はちょっと少なくなってるってだけです。はい、最後まとめですね。今回は im2 イコール関数のチャンネル数とバッチサイズを考慮したものをやりました。まあ、これで完成版ですね。今回は im2 イコール関数の完成版です。で、それぞれチャンネル数が3の時とバッチサイズが3の時っていうのを見てって最終的に実装しました。はい、いかがだったでしょうか ?im2 イコール関数のチャンネル数とバッチサイズについて。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。